はい、本日は水谷実男選手、広島阪急で活躍されましたが、これ阪急時代のねホームラン1本目ですよね。そしてねこの試合ではねまたねここでもホームランをね打つわけで、見事な2本目でございますね。もう1個ね続きがあるんですけど、まあそれはまた後ほどということで、水谷選手出身は宮崎県、宮崎商業高校1年の夏は控え投手で、夏の、ね、県予選準決勝はなんと完封、決勝もね9回リリーフ4対3でね逃げ切り甲子園出場するわけですが、まあ甲子園ではね登板なく終わりまして、2年生になりますとエースと4番でね2年連続甲子園に出場、まあ準決勝までね進まれるわけなんですね。そして3年秋1965年、これが第1回目の、ね、ドラフト会議になるわけで、こちらが1位の面々でございます。巨人1位は甲府商業高校から入団しました堀内恒雄投手、またね2位にも、ね、いい選手がいまして、育英高校鈴木啓司投手は近鉄、そして銚子商業北留正明投手は東京オリオンズ、今のね千葉ロッテマリーンズに指名でございます。そして水谷選手は、まあ、投手として広島カープ4位指名で、ね、入団するわけなんですが、ね、この年の、ね、広島、ね、なんと指名選手を、ね、18位まで、ね、指名してるんですよ。今じゃちょっと、ね、考えられない数ですよね。しかしながら、ね、まあ、まだ18歳の、ね、水谷選手に、ね、襲ったのがなんと腎臓病だったわけで、ね、まあね、まあ、キャンプには、ね、参加できず、ね、入院治療、そして、ね、まあ、その、ね、姓というか、ね、まあ、ニックネームが腎臓の腎から取った腎ちゃんと、ね、呼ばれるようになったわけなんですが、まあね、練習に復帰した今度水谷選手は、ね、今度は、ね、バッターへ、ね、転向するわけなんですよね。しかしながら、ね、1年目1試合、2年目3試合、3年目の試合出場はゼロという、ね、感じで、まあ、サードをやって、ね、後に、まあ、内容を、ね、守ることになるわけなんですよ。4年目は37試合、5年目に、ね、やっと1軍定着ということで、106試合で2割4分4厘、7本塁打の活躍をすると、6年目は、ね、レギュラーを獲得、125試合で2割8分3厘、9本塁打で、ね、外野のベストナインにも、ね、選ばれるわけなんですね。7年目以降はです、ね、まあ、ジミー・ヒックス選手の、ね、加入などもあって、ね、まあ、こちらの、ね、成績に、ね、なるわけなんですが、プロ10年目の75年はです、ね、121試合で2割8分5厘、13本塁打で見事広島東洋カープ初優勝にも、ね、貢献されるわけでございます。そして11年目は118試合で初の3割、3割8厘、ホームランも初の20本超え、26本をマーク。そしてですね、12年目77年にはね、ファースト専念という形で119試合で3割1分2厘、13本塁打と2年連続3割、13年目78年には119試合で3割4分8厘、25本塁打、見事首位打者に輝いてね、3年連続ね3割を達成するわけなんですが、3年連続3割を打ったのはですね、水谷選手がね広島初だったわけなんですよね。そしてこちらがですね、巨人西本隆投手が1対0で完封目前、札幌丸山球場で山本浩二選手を、ね、一塁に置きまして、水谷選手見事な逆転ツーランホームランを、ね、打ったシーンでございます。勝強いですね。14年目79年には、ね、広島を代表する主軸打者になったわけで、こちらがですね同じ主軸打者のお一人衣笠選手がね、まずこちら日本シリーズね鈴木啓司投手から打ってね出塁するわけじゃないですか。そしてですね4番はもちろん西田上がる山本浩二選手がいるわけで、鈴木投手ねここ3ボールからね山本浩二を歩かすわけなんですよね。まあね、この2人とね並ぶようにねもう実力者となりました水谷選手が次5番に控えているわけでございます。ツーアウトながら1塁2塁の広島東洋カープチャンスを迎えた場面、ここで迎えるバッターは水谷選手でございます。で鈴木啓司投手ワンストライクノーボールとね先行したカウントから投じた球をこれ見事に、ね、打ちましたね。なんか技ありといった感じのね見事なレフトへのねタイムリーヒットでございます。こちらの、ね、日本シリーズは、ね、優秀選手も、ね、獲得されるわけで、15年目も116試合で2割7分22本塁打、16年目も、ね、126試合で3割3分7厘23本塁打と、ね、ベテランますます、ね、活躍といった場面なわけなんですよね。そして17年目、82年、こちら、ね、阪神増山政局投手から放った一発、この年もです、ね、3割3厘18本塁打と、ね、活躍され、2年連続3割ですからね。しかしながらそのオフにですね、阪急ブレーブス加藤秀治選手との、ね、交換トレードが、ね、行われるわけで、このベテラン同士そして、ね、主軸同士の、ね、交換トレードで、ね、ちょっと驚いた感じがしましたね。まあ、三谷選手はですね、まあ、35歳、加藤秀治選手は、ね、34歳とね、もう年齢も、ね、変わらないわけなんですけどもね、このトレードで、ね、両選手、ね、どのようになっていくんですかね。
水谷選手が、ね、移籍した阪急には、ね、この年こちらブーマー選手も、ね、入団して、ね、まあね、キャンプでは、ね、でっかいホームランを、ね、バンバン、ね、まあ、場外へ運んでるわけなんですよね。結構、ね、これも、ね、話題になりましたよね。まあね、外にはですね、こんな、ね、縦看板みたいなのも、ね、できるわけでね、ブーマーにね、そのたまにはね、気をつけましょう。150メートルってすごいですよね。そしてね、18年目となりますね、水谷選手もね、まあ、意気込みなんかをね聞かれているわけで、まあね、ブーマーすごいなーなんてことをねおっしゃりながらもね、ご自身もねまだまだ負けないという感じのねバッティング練習をねされているわけなんですよ。まあね、パ・リーグ移籍ということでね、守備に難がありました水谷選手はこの年はね DH でね活躍するわけなんですが、こちらが冒頭の続きになるわけなんですが、箕田選手をね一塁歩いた後ですよね、水谷選手4番指名打者でございますからね、日本ハム守護神江夏豊投手と対戦するわけですが、これ見事逆転のねサヨナラホームランになるわけなんですよね。江夏がっくり、そしてねファンは大喜びですよね。ブーマー選手ね1年目ということで3割4厘17本塁打62打点とね、ちょっと4番としてはまあね、まあ、それでも結構いい数字なんですけど、まあ、翌年はね三冠を取ってますからね、水谷選手がね4番 DH という形で、ね、座る形になったんですよ。そしてですね、水谷選手はこの年はねプロで初のね130試合全試合にですよ2割9分、ホームランもね初の30本超えの自己最多の36本塁打、そしてね、なんといっても114打点を挙げましてね、見事打点王にね、輝いたわけなんですね。そしてね、ブーマーにあやかってね、ミズマなんてもね、言われてたりもね、してましたからね。そしてね、さらなる期待が高まる移籍2年目、プロ入り19年目。ロッテとのね、開幕戦、土屋正和投手からですね、もう頭にね、デッドボールを受けるわけなんですよ。左側頭部骨折ですよ。そして三半規管損傷というね重傷を負ったわけなんですよ。このね開幕戦ね、私ね現地で見てたんですけどね、まあ、ちょっと大丈夫かなってね思ったような記憶あるんですよ。そしてね、まあ、長期欠場するわけでね、まあ、夏にはね復帰してね、まあ、63試合に出られるわけなんですけどね、1割8分1厘とね成績の方はね振るわなかったんですよ。まあね、三半規管損傷ということはあるわけですからね、まあ、吐き気とかめまい、頭痛のね後遺症がねこうあるわけなんですよ。まあ、そしてねプロ20年目はですね、まあ、後遺症のね治療のためにね、まあ、病院入院なんかもされるわけですけれどもね、もうねその勝負強いね打撃がね読みがえることなくね、まあ、この年はねわずか13試合の出場ということでね引退されるわけでございます。三谷選手通算成績は1729試合、1522安打、244本塁打、809打点、打率2割8分5厘の成績を残されております。タイトルは首位打者打点王を各1回ずつですね。怪我が、ね、なければ2000本安打もいけたんじゃないかなという気がいたしますね。本日は広島阪急で活躍されました水谷実夫選手でございました。最後までご視聴していただきありがとうございます。では。